今日のマーティーはい、それでウィーク。あー、来た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 。あーいいよ、あーいいよ、あーよかったよかった。美味しそうに食べるね、マーティーくんね。いい音だな。マーティ君、じゃあ今日の本編いきましょう。はい、こんにちは、マーヤチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトザ・ネザーポータルです。はい、ということでレゴマインクラフトの2018年新シリーズだね。うん、はい、やってきました。で、いくつか購入したので今回第1弾ということで、このネザーポータル、日本名では闇のポータルってなってた。おー、まあネザーゲートが入ったセットになってますね。うん、早速開けて作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがザ・ネザーポータルですね。うん、はい、これ面白いよね。うん、こちら側が普通の世界で、こっちがネザーになってるんだね。すごいね。うん、面白い。で、ここにネザーゲートがあるわけですね。おー、で、線路でつながってるわけだ。うん、なんかここにパードレールもあるね。そうだね、トロッコがあって、で、こう、なんか入れるようになってます。うん、で、この扉がこう、何、ドアになってるね。なるほど。ドアになってて、そのままスルーっと行けるような感じになります。面白いね、これね。そうだね。あと、もう一つギミックがあって、うん、この溶岩あるでしょ。うん、これはですね、このブロックをですね、ちょっと押すと下に落ちる。落ちた。はい、現世の方はこっちにベッドがあって、このチェストがあるでしょ。うん、そうだね。で、中にこの瓶が入ってますね。お、赤い液体が入ってる。ポーションかな。ポーションだと思う。それとダイヤのピッケルが入ってますね。お、あとここにレッドストーントーチがあります。まあ、これ多分パワードレールを稼働してるやつだろうね。うん、で、ネザー側はここに火が出てますね。お、はい、で、ここにあの子供ゾンビピグマがいます。これ初登場だろうね。そうだね、うん、めちゃくちゃ小さいじゃん。かわいいよね。うん、この辺が多分マグマブロック。なるほど。うん、これがネザー水晶かな。うん、ここにマグマキューブがいますね。うん、ここにグローストーンがある、ね、そうそうそう、上にぶら下がってる感じですね。うん、あと上にも炎があって、ここにブレイズがいますね。はい、はい、それともう一つこちらガストがついてきてますね。ガストね、これ今回すごい。前回のガストはね、うん、あのこの顔の絵が描いてあったのペタって貼ってたのよ。そうだよね。うん、でも今回はね、これね、一つずつ、ね、レゴブロックでできてるの。これすごこれ、ね、細かくよくできてるよ。素晴らしい。すごい。そして後ろにこの、ね、棒があって、これを押すとこの口から炎が出る仕組みですね。はい、ミニフィグでついてきたスティーブはこんな装備だね。うん、ダイヤモンドのチェストプレートとダイヤモンドの剣、あと盾、うん、今回初登場だね。盾装備してます。すごいね。あとヘルメット、これエンチャントされてるね、多分ね。うん、ただレギンスは鉄だね。うん、で、これが子供ゾンビピッグマンですね。うん、これかわいい。そうだね。あー、よく寝た。よし、今日はネザーにグローストーンを取りに行くぞ。トロッコを設置して、さあ出発だ。よし、ネザーに到着したぞ。ネザーは危険だから念のため剣と盾を装備だ。ギャー、マグマキューブと子供ゾンビピックマンは攻撃してこないから大丈夫か。あ、グロストーン見つけた。ギャーブレイズ、うん、よっしゃ、よし、グロストーン回収だ。ギャー、今度はガスト、うん、はぁ、危ないところだった。でもグロストーンの真下だ、ラッキー。掘っちゃおう。うぎゃー。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ネザーポータルでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画この辺に出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録もこの辺りからよろしくね。ということで、久しぶりのレゴマインクラフト楽しかったね。うん、はい、あのまだ続々とやっていく予定ですので楽しみにしててください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。